皆さん、どうもこんにちは。プロのマスター、ゆずきゆかりです。白霊霊夢だよ。今回は、モバイルゲーム、フェイトグランドオーダーをやってみます。モバイルゲームか。何をするゲームなの？それを、今から説明します。まず、このゲームはタイトルでもあるが、フェイトを基盤にするゲームで、簡単に言うと、サーヴァントって呼ばれる英雄たちを、使い魔として使い、敵を倒せばいいんです。サーヴァントは、カードとして手に入れ、強化するのも可能です。が、今回は、バトルすることを先にお見せしましょう。何をそんなに早めるの？ゆっくり実況だし、ゆっくり行こうよ。いいえ、これはゆかり実況ですから、早速ハイライトから行きましょう。これ、ゆかり実況だったの？何やれ、波乱には内緒で始めた動画なので、あまり時間がありません。あ、確かにそうだったよな。それで、どのダンジョンに入るの？今、この動画には、全く関係ないイベントをやっているので、そこのダンジョンでも行ってみましょう。最近の波乱は、仕事でこのゲームをする時間すら足りないから、代わりにやってくれると、きっと喜んでくれるはずです。それでは、イベントの最後のダンジョンを行くよ。あ、そうそう。このゲームでは、必ず、友達のサポートを連れて行かないとダメです。まあ、プロの私には、そんなサポートは必要ありませんが、仕方ないです。このダンジョンは確か、アベンジャーを連れて行くのがいいって聞いたよ。ならば、一番強いジャンヌ・ダルク・オルタさんと一緒に行きましょう。波乱にはもったいないサーヴァントだな。パーティーはこんな感じです。ネロさんと孔明、ジャンヌ・ダルク・オルタ、コギル、マッシュ、アラシュなのか、後ろの方はなんかグダグダだな。では、参りましょう。ローディングが長いな。敵はサーヴァントだらけ？これはこれは、倒し狩りがあるそうな敵さんですね。まずは、孔明さんのスキルで NP を集めましょう。孔明さんのスキルには味方の NP を上げてくれる効果もあるので、NP を集めて使う宝具を、早く使うことができるようにさせるからな。まず、NP を早く集めて、宝具をいつでも使うことができるようにしましょう。このカードたちから3枚選択して攻撃するんだな。色で説明すると、緑色は、次のターンに、クリティカル率を、青色は、NP を、赤色は、ダメージを高めてくれるんです。そして、一人のサーヴァントのカードを全部選択すると、EX 攻撃という追加攻撃が出ます。そしてサーヴァントたちの間で相性があってね。ここでルーラーとアベンジャーが追加されたよ。まあ、これは後の議会にしよう。今のように、攻撃のカードの色を3つ集めると、特別な効果があります。緑は、クリティカル率をより高めてくれるし、青は、NP を20くれます。赤は攻撃力の上昇です。今更だが、ジャンヌ・ダルク・オルタ、強いね。そうです。なぜ、波乱がそんなに欲しがるのか、少しはわかる気がします。ああ、クリティカルはちょっと痛いかも。大丈夫です。ネロさんのスキルには、味方の体力を回復してくれるものもありますので。いいね、それ。じゃあ、このままネロさんのコンボ攻撃だよ。ふふふ、これで1ステージはクリアです。次に行きましょう。今回はこの2人か？でも、前の3人よりはレベルも、体力も多いね。今度は派手に行きましょうか。ジャンヌ・ダルク・オルタの宝具を含めたコンボです。ジャンヌ・ダルク・オルタの宝具か、どんなものなのか楽しみだよ。
やべえなこりゃ。ちょっと処理きれないほどに重いインパクトだね。なんだかわかりませんが、かっこいいですね。ワイナーマスター、生きてくれよ。残りはカーミラ一人なのか、今度はどうやって攻撃するかな。それは次のカードたちを見てから考えましょう。ふむ、これなら、ジャンヌ・ダルク・オルタのコンボができますね。それにしましょう。まだ足りないかしら。あ。じゃ、ジャンヌが。ふふうむ、やはり巨乳は最後が甘いですね。だよな。巨乳ジャンヌの次は、可愛い小切れくんですね。可愛いだが、すごく強いスキルである、カリスマ A プラスを持っているよ。そこに、孔明さんの軍師の指揮を発動して、攻撃力をさらに高めましょう。そしてネロさんの NP 習得率を増やせるスキルをコギル君に発動した後、攻撃を始めましょう。攻撃は、ネロさんの宝具、バクスカエレスティスで行きましょう。春の日差し、花の乱舞、さつきの風は頬を撫で、祝福はステラの彼方まで。開け、ルピアエドモスアウレアよ。歌え、アフカエレスティ。これはこれは、綺麗な攻撃ですね。そしてネロさんのとどめ、ついに2ステージをクリアしました。さて、次が最後のステージです。ちょっと、ローディングが長すぎるよ。ほんと、波乱の編集速度みたいです。あ、今度はこの3人かしら。特に敵のジャンヌ・ダルク・オルタは強いね。なら、コギル君のスキルでスタンをかけて、宝具を用意しましょう。で、あらら。うん、どうしたの？マスタースキル、何か使うの？これ私がコントロールしていませんよ。このスキルはサーバントたちを入れ替わるって何をするの？だから私ではありませんよ。あ、コギル君とアラシューが入れ替わったよ。そしてここで、まさかの孔明さんのスキルで NP アップ。まさか。ダメだよアラシュー君、早まるな。攻撃力アップ。なんでこんなことが。あ。もう、終わったよ。ステラいやうわわ。一体何が。勝手に動画を作ってアップロードした罰だ。波乱。お帰りなさい。ああ、ただいまだよ。それより、お前ら、勝手にこんなことをしたのなら、それなりに覚悟はできているんだよな。いやこれは、せっかく新しいメンバーとしてゆずきゆかりが来たから、私もイメチェンをして次の企画を用意する予定だったのに、お前たちの勝手な行動で視聴者さんたちがどれだけびっくりしたのかは考えていたのか？ドッキリ大成功。ふざけるな。まあ、やってしまったのは仕方ない。おいゆかり、視聴者さんたちにちゃんと挨拶しなさい。はい、どうも皆さん。バランハランの新しいメンバー、ゆずきゆかりです。他のゆっくりと名前が同じですので、ゆかりんって呼んでください。というわけで、これからはゆっくりゆずきゆかりが動画に出ますのでそこんとこよろしくお願いします。ゆかりんをメインとしてする企画はいつになるかわかりませんが、他の企画にはちゃんと出る予定です。まあ、この動画は企画になかったものなので、茶番、っていうところでしょうか。今回はゆかりんの挨拶動画としてここで締めます。では皆さん、ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。